おー、これはよくできてると言いたいとこなんですけど。皆さんこっちです。中小レゴブレだ。ヒロキだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちら、レゴクリエイターシャトル輸送機です。はい、今回はこちらを組み立てます。組み立てる経緯については特に考えておりません。まあ、ただ作りたかったので。はい。ちなみにこれは去年の7月か8月ぐらいにコストコで買いました。はい、今回の動画ではこちらのシャトル輸送機を組み立てます。はい、では運びましょう。買った理由なんですけど、これ完璧にジャケ買いです。はい。このシャトル輸送機がめちゃくちゃかっこいいです。このシャトル輸送機のこの前のトラックが、なんかトランスフォーマーのコンボイに似てるようでなんか似てないような気がします。はい。で、箱のこちらご覧ください。こちらは僕がかなり前に作ったレゴクリエイタースーパージェット機が載ってます。このパッケージめっちゃいいですね。ちなみにこちらのレゴクリエイタースーパージェット機の箱にもシャトル輸送機が載ってます。これはレゴクリエイターのでこちらのシャトル輸送機以外にこちらのヘリコプタートランスポーターとこちらのキャンピングカーに組み替えれます。はい、箱の裏はこのようになってます。はい、では開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が3つと説明書が1冊です。今回の説明書は一体化してます。はい、では袋からパーツを取り出します。
完成、スペースシャトル輸送機です。おお、これはよくできてると言いたいとこなんですけど、思ってたよりなんか小さいなこれ幅どうなってるのかというと、はい、こちらめっちゃ細い。トレーラーの幅これぐらいあるかなって思ってたんですけど、やっぱちっちゃいですね。まあ幅が大きい小さいよりはともかく、まずはこちらのスペースシャトル、これから見ましょう。はい、全体はこのようになってます。上側と下側、背面にはコロが3つありますので、このように転がし走行で遊ぶことができます。はい、では近くで見ましょう。まずここが操縦席部分です。操縦席はパーツがいっぱい使われていて結構細かいです。はい、側面はこのようになってます。側面のこの胴体の部分のパーツ一個一個の作りが細かいです。で、この胴体の部分は開きます。はい、こんな感じで開いて、中に衛星機とアームがあります。衛星機なんですけど、まあ乗せてるだけですね。ジョイントとかで支えるということはありません。で、この衛星機のこのクリアパーツを開けば、はい、こちらが衛星機です。全体はこのようになってます。この衛星機のこのクリアパーツめっちゃ綺麗ですね。そしてこのアームなんだろう衛星機をこうつけてるアームなのかな、こんな感じで。このアームは衛星機をこんな感じでするアームなのかな。で、後ろのこのエンジンは両方とも稼働します。トレーラーと比べてスペースシャトル機は結構大きいです。では続いて大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。まあ大きさ的にミニフィグは乗らないので、まあこれはミニフィグの目線で言ったら結構でかい模型ですね。荷台の部分を外して、次はトレーラーを見ましょう。はい、全体はこのようになってます。上側と下側、では近くで見ましょう。まずこちらが操縦席です。これ小さいんですけど、前面の作り込みはよくできています。トレーラーのここの部分もパーツでしっかり再現されています。はい、側面はこのようになってて、後ろはこのようになってます。これなんかトランスフォーマー感あって、これ結構好きかな。で、この幅がこれ4ブロックしかないんですよ。僕てっきりこれ6ブロックあるんじゃないかなって思ってたんですけど、やっぱちっちゃいですね。はい、次はこちらの荷台部分です。全体はこのようになってます。上側と下側で、荷台のこの一番最初のピン穴にトレーラーのこのピンを刺すことで、はい、このようになります。で、この荷台の部分に先ほどのスペースシャトルを入れます。で、このスペースシャトルなんですけど、これ綺麗に入るんですよ。これはよく考えられています。まず後輪の間のここの部分にこれをまあ乗せます。そしてこの前輪の部分をこの中に入れます。はい、こんな感じで綺麗に収まります。このまま動かしても落ちる心配はありません。いや、これはよく考えられてます。ではこのまま大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。まあ大きさ的にはミニフィグから見たら、まあ模型といった感じですね。で、次は、まあ画面に収まらない。はい、エンジンキャリゲーターと並べるとこんな感じです。まあ形的に同じトレーラー型なんで、まあ、一応並べてみました。やっぱキャリゲーターかっこいいっすね。はい、レゴクリエイターシャトル輸送機のシャトル輸送機はこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイターシャトル輸送機のシャトル輸送機を組み立ててみました。個人的にはこのシャトル輸送機のトレーラーが思ったより小さかったです。ただこの後ろのスペースシャトル機が結構大きくてギミック盛りだくさんで、すごい良かったです。で、あとは突然のエンジンキャリゲーター、ちなみに僕ゴーオンジャーのロボ系はゴローダー GT とエンジン大将軍以外全部持ってます。はい、今回の動画まだまだ続きます。はい、次の動画ではこちらのヘリコプタートランスポーターを組み立てます。楽しみにお待ちください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほならー、イエーイ